グッドモーニング YouTube。今日は女子大吉田先生によります。手術による、大動脈弁置換術の患者さんの予後というとてもシンプルなお話、お願いします。よろしくお願いします。足袋が、かなりもう世の中普及してきている今だからこそあえてのサバというところで選ばせていただきました。弱から出ているマサージカル AVR 後の、予後というところになります。テイクホームメッセージとしましては、まあ、やはり手術リスクが低い。あ、これでいい。すみません。よろしくお願いします。サバに関して弱から出ている、サージカル AVR 後の予後に関しての論文になります。まあ、まずまとめとしましては、やはり手術リスクが低い症例ほどサージカル AVR 後の予後は、まあ、いいのは、まあ、もともと言われている通りなんですけれども、かつ、その手術リスクが低い症例っていうのは、まあ、年齢によってすごく予後が大きく変わってくるっていうのも今回の報告としてありまして、やはり若年の低リスク症例には、まあ、サバーがやはりいいというのが今回の、まあ、メッセージとなります。ここでまず、まあ、AS 治療のガイドライン ESC と ACC から持ってこさせていただきましたけれども、 ESC では手術、まあユーロスコアだったり、STS スコアを用いて、まあ、リスク評価された上で、まあ、手術がの低リスク症例、かつ75歳未満にはサバが、推奨されていて、で、まあ、手術の高リスク群、または、まあ、75歳以上には足袋が、推奨されています。CCHA のガイドラインも、まあ、手術リスクが高くない症例の場合は65歳未満はサバ、で、まあ、手術高リスクを、または80歳以上は足袋というふうに、まあなっているのが今の世の中の状況となっています。やはり足袋ですね、10年ぐらい前から、まあ、足袋が出てきていて、もう年々このグラフでも分かるように、まあ、右肩上がりに症例数増えてきている状態で、もともとは手術のハイリスク症例に導入されてきた足袋なんですけれども、まあ、インターメディエットあるいはローリスクにも導入されるようになってきて、2019年にはインターメディエットリスクの方がハイリスク症例を上回っていて、かつ、手術の低リスク群でもかなり足袋が導入されてきて、拡大されてきているのが、まあ、今の現状となっています。これ左側の図の赤と青は何ですか？これはですね、私が、どっちも足袋なんですけど、ごめんなさい、私がちょっとそれを忘れてしトまいラましンスフェモラルとトランスアピカール？あと、なんかそういう、ですね、ごめんなさい、ちょっと今、詳細思い出せなかった。はい、わかりました。どうぞ。アプローチの違いっていうとはい、ころわかりました。で、こっちはリスク別って感じです。で、まあ、そのローリスクにも足袋が導入されるようになった後押しとなっているのが、まあ、ちょっと前に畑先生が出してたのと同じですけど、パートナー3トライアル、あとエボルトトライアル、この2つが、で、まあ、パートナー3だとサバの方がまあ優勢で、エボルトは比例性が示されたこの2つのところが1つ後押しにはなっています。ただですね、やはりまだ足袋の歴史は浅いっていうところもあって、まあ、足袋弁と、サバとサージカル AVR 比較したものですけれども、まあ、人工弁の機能不全に関しても、足袋とサージカル AVR は有差がないっていうところは報告あるんですけれども、やはり10年以上の耐久性っていうところはまだ分かってないのが、まあ、実情となっています。方、サージカル AV、こちらすみません、サージカル AVR なんですけど、まあ、歴史がかなり50年以上の歴史があって、生体弁もかなり進化してきていますので、耐久性っていうのも良くなっていて、まあ、10年時点での、足袋の劣化、足袋じゃない、サージカル AVR の方の、まあ、生体弁の劣化としては約6%、15年時点での劣化は19.3%というふうに、まあ、言われています。で、サージカル AVR 後の予後に関しても、これまで、たくさん見られてきていますけれども、まあ、50から69歳だと、やはり生存期間の中央値は15年と、まあ、ここに関しては、生体弁の劣化とも関連していると思いますけど、まあ、15年とかなり長期の、成績が得られていますし、65歳以上、まあ、足袋が考慮されてくる年齢に関しても、中央値は10.9年というふうに、
まあ、予後はいいとされています。ただですね、まだそのいろんなそのリスクごと、まあ、手術の低リスク、中リスク、中等度、ハイリスクっていう、そこそれぞれのリスク層別化において、年齢とサバの予後っていうのがどうなるかっていうのがまだ見られてないのが現状なので、これは左側の図は、50から70歳の間でも、より高齢の患者さんにバイオロジカルが使われたっていうことでいいんですか？いや、これはですね、特にこの差には有意差ないんですけど。有意差ありそうだけど。あ、この2つ、これはですね、機械弁と生体弁。P0.006 だけど。あ、そう、機械弁と生体弁には有意差あるんですけど、生体弁の、中央値です。あ、そうなんだけど、機械弁と生体弁って、機械弁の方がいいんだ、成績は。やはり、途中で、そうですね、それは確かに。だからそれは生体弁はより高齢者に使ってるからじゃないの？あ、それはあると思います。はい、どうぞ。で、今回、まあ、サバーでもタバーでも両方検討可能な年齢というところを症例を対象として、大動脈弁狭窄症に対する生体弁でのサバー後の手術リスク、まあ、サバー後の患者さんで手術リスクごとだったり、あと年齢に関連しての生存期間について評価することが目的とされました。で、患者、はい、方法になるんですけれども、まあ、スイスの国際的な観察研究で2001年から2017年の登録期間となっています。で、AS または ASR に対する初回の単独 AVR が対象となっていて、手術時の年齢は60歳以上を対象としています。で、除外項目としては、術前の手術リスクの評価が出てできていない、まあ、ユーロスコアがつけられていない症例だったり、あとは急性心内膜炎症例というのが、除外されていて、最終的に8353人が対象となっています。両弁置換とかバイパスを一緒にやっちゃった症例は外されてるんですね。そうですね、これ単独のみです。単独 AVR のみになっています、はい、うん、あんまりそれでもなんか除外がそんなにないんだね。1万3000から8000になるぐらいなんだね。そうですね、これに関してはそうですね。はい、わかりました。2000例ぐらいしか抜かれてない、うん、そうだね。で、一応手術のそのリスクの分類としてはユーロスコアが今回用いられてますけれども、ユーロスコア、ユーロスコア2用いて、まあ、ローリスク、インターメディエット、ハイリスクの3つに分類されて評価が行われています。まあ、全体の患者背景としましては、まあ、平均年齢 75.1 歳で、女性が約半数というところになります。やはりサージカル AVR の症例は、このローリスクが一番多くって 85% を占めています。で、インターメディエットが 11%、ハイリスクが 3.5% というふうな内訳になっていて、で、このハイリスク、インターメディエットの こちらに関しては、より高齢で女性が多くて、あとはまあ併存疾患が多いという、まあ、スコアつけてますので、そういうふうな形になっています。で、各リスクごとの予後を見たところですけれども、やはりまあ、もちろん当たり前ですけど、ハイリスク症例の方が死亡率は高くて、まあ、手術のリスクが低い症例は予後がいいというのは、まあ、当然の結果ではありますけれども、まあ、手術リスクが低い症例だと、予後としての中央値は 10.9 年で、まあ、ハイリスク症例は 5.8 年というふうな結果になっています。で、各そのリスクハイリスク、インターメディエット、ローリスクで年齢ごとで生存期間どうかというのを見られた、これまず簡単なグラフになるんですけれども、インターメディエットとハイリスクのところに関しては年齢によっても大きく生存期間というのは差がないのに対して、手術リスクが低い症例はやはり若年の方が、まあ、予後はよくって、そこから一気に右肩下がりのように高齢になると、生存率が低くなってしまうというふうな結果になっていました。で、まあ、これを数値化した数字で表に示したものですけれども、ローリスクに関しては70歳未満だと15年以上の生存期間が得られているけれども、85歳以上になってくると 6.1 年で、5年生存率に関しましても、5年死亡率に関しても70歳未満だと 10.7 年、まあ、10年
以下っていうところに対して85歳だと以上だと 37% という形でかなり年齢によって差ができてしまっているというところです。一方で、まあ、インターメディエートとかハイリスクに関しては大きく差はつかなかったというふうな結果です。これだいたい、そっか、ローリスクの人だとだいたいみんな85歳ちょっとぐらいまで生きるってことなんじゃないの？違うの？そうですね。そうだね。足すとそういうことに。そういうことになるよね。そうです、そうです。はい。で、まあ、こちら、その年齢ごとと各リスクごとでのハザグラフに示したものですけど、ローリスクはやはり年齢に影響されるというふうな結果になっています。まあ、今回のまとめですけれども、17年間でそのサージカル AVR が施行された症例の約 85% がやはり外科的なリスク、手術リスクが低い症例でした。で、サージカル AVR 後の予後に関しては特にリスクが低い症例では生存率は高い生存率を得ることができています。で、その中でもやはり年齢が生存率とは関連しているというふうな結果になっていました。で、外科的リスクがやはり高い症例の方が予後悪いですし、低ければ、まあ、予後がいいというところで、やはりそこも一つ長期生存に影響を与えているのと、まあ、低リスク症例の70歳以下というところに関しては生存期間15年を超えていて非常に予後がいいというところで、患者、あとは最初の背景でも話しましたように、旅弁の長期耐久性というのはまだ明確ではないというところを踏まえると、やはり現状の世界的なガイドライン、あ、ごめんなさい、と同様に、ちょっとすいません、一文字消えてしまったんですけど、やはり若年の低リスク症例にはサージカル AVR が推奨されるというところになります。結論です。タビとサージカル AVR の両方が考慮される可能性がある60歳以上の S 症例では、ユーロスコアが低い症例のが約 85% を占めていました。で、サージカル AVR 後の、生存期間の中央値は70歳未満の低リスクでは15年を超えていました。低リスク症例では年齢が予後に重要な関連がありました。という今回のこの結果は今後また治療法を選択する上で必要になってくる結果ではないかというふうに締めくくられています。以上です。はい、ありがとうございました。今日はスイスからの報告で、国際的なレジストリー研究なんですかね、これは。そうですね、観察研究ってなってます。観察研究、はい。何年間、10年間ぐらいで8000例の、サージカル AVR の患者さんを対象として、はい、まあ、どのくらいの予後なのかということを、手術リスクと、それから年齢ということを、送別化のアイテムとして見てみましたということですかね。今回の試験で、生体弁、機械弁は今回、生体弁のみが対象になっています。今回、生体弁のみね。なるほど、なるほど。はい、そうか、そうか。そしたら、じゃあ、ローリスクの患者さんは、生体弁でも15年ぐらい、あれ持つ生存が15年ぐらい。一応、生存が15年なんですけど、うん、まあ、旅弁も一つ15年。まあ、劣化の目安として15年というところもあると思うので、うん、まあ、今回一応生存だけなのでなんでかなっていうところもちょっと私もあったんですけど、うん、そうですね。で、まあ、70歳でオペして85歳ぐらいで交換するっていうんだったら、まあ、次旅でもいいかなっていう感じにはなりますね。まあ、それはあります。もう今の時代バルブインバルブができるので、そうだね、まあ、そこも見据えて選ぶようにもなっているかなと思います。うん、まあ、今回は旅の成績と直接比較はしてないので どっちがいいかっていうことはなかなか言えないとは思いますが、今のガイドライン通りに、まあ、若年のローリスクの患者さんであればサージカル AVR でまあ十分やっぱりいいっていう、まあ、そういう報告だったわけですかね。そうですね。ちょうど横に芦原先生いらっしゃいますのでコメント、はいはい、先生どうですかこの結果見て、まあ、先生がご覧になってきた。そうですね、多分タビエタビエってなびいちゃってるんで、それに対する警鐘ってのもあると思うんですけど、うん、若い人に機械弁っていうふうにすぐ考えるんじゃなくて、うんうん、最初に旅してある程度今度立ってから大きな生体弁でベンチ間して、
そして最後にバルブインバルブをするっていう人生の設計をするとか、いろんな考え方があるんですね、はい、今は、うん、で基本的には生体弁って若ければ若いほど劣化が早い、でも大動脈弁移に関しては15年はほぼ持つであろうって言われてるのが今の趨勢なんですただ15年じゃそれじゃあ寿命が足りないよっていう人がありますから、デュラビリティが一番問題なので、はい、いくら患者さんが旅がいいって言ってもそんなに簡単に旅旅ってしないでねっていうペーパーかなと聞いてましたけど、ね、うん、よくわかりました。まあ、ただそれこそ旅で、まあ、15年持つんだったら旅やってまた旅やればいいっていう考え方も成り立ちませんか。そうですね、だからある程度の、ただただし旅が大きな便が入らないとダメなんですよね。はいはいはい、なるほどなるほど、そっかそっか。なので結局やっぱり一番最初に便利、便利拡大をしてでも大きな便を入れておく、うん、特に若い人っていうのが、はい、うん、やっぱり今みんなちょっと考えが足りないところかなっていうのはあります、ね、うんうん、なるほど。ただやっぱりあんまりアグレッシブに大きい旅便を選んだりするとやっぱり合併症がもちろん増えますよね。そうですね、そうですよね。そういう点ではあんまり若い人に安易にちょうどいいやっていうんで入れてしまうと、うん、15年後に本当に困ることになるっていうのがやっぱりありますよね。まあ、今回の結果も含めて先生が考えるその若年っていうのは何歳以下になりますか。ヨーロッパとアメリカでも少し若年の定義は違っていたかと思います。そうですね、ただまあやっぱり日本のガイドラインと同じように65歳ぐらいにラインがあるとは思いますけど、うん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 、ということは、じゃあ70歳の、ローリスク患者はどうするかっていうのはチームで議論するべきという感じになりますかね。やっぱりデュラビリティが一番問題なので、うんうん、そうですね。ただ先生やっぱりそのなぜねこの単独だと高い旅のデバイスが海外で流行ってるかっていうとやっぱり入院期間が極めて短くって結局そのコスト的には旅の方がいいで手数も大して変わらないんだったら旅でいいんじゃないかっていう考えだと思うんですが、そうなるとやっぱり患者さんももちろん2日3日で退院したいしなるとなかなかこの流れは止められないんじゃないかっていう気はしますがどうでしょう。もちろんそれは外科の先生たちも言ってるんで、あと10年後にどんな世界になってるのかなっていうのは不安視してます、ね。なるほど。確かにですね、まあ、先生おっしゃるように、まあ、サイズは大きな問題だと思いますが、サイズだけとも限らないとは思いますし、まあ、その弁自体はそんなに大きな進化はしないかもしれませんが、そのステントの部分は、まあ、もう少し改良の余地があるかもしれないので、まあ、なんとかならないかなっていう感じはしますけどね。まあ僕でもですねやっぱりまあ1ヶ月まあ3週間入院して胸さばかれるんだったらまあとっとと退院してできる方がいいなってやっぱりまあ70歳になったら思っちゃうかなっていう気はしますけどね。まあそうですね、だからやっぱり体がちっちゃい人はその未来のことよりも今っていうようなタイプの人だったら、うん、ただやっぱり旅やるときにみんなあんまり行ってないと思うんですけど、はい、再手術のときに困ることとか再手術が寿命があればあり得るということを言ってないでやってるような感じはしますけど。なるほどなるほど、まあそうですよね、わかりました。それでまあつまり僕はこの今回の発表は結構生体弁持ちますせっていう感じの発表だなというふうに思って聞かせてもらってたんですけど、さっきもちょっと話しましたバックグラウンドのところで機械弁が少し良かったっていうのありましたね吉田先生。吉田先生あれはまあそもそも背景調整してないからより高齢の人違うこれじゃない、ですねごめんなさい、あれが横にないから私もちょっと分かんなくて、もうちょっと後ですね、これいや違うそのこれですね、吉田先生これはもう生体弁がやっぱりより高齢者に入れられてるっていうことでいいですか。もちろんそうですね、そういうことですよね、はい、はい、ありがとうございます。あとはまあサージカル AVR の場合であればその高血栓治療っていうのは基本的にはいらないですよね。生体弁だといらないですですね。タビの場合はまあどうしてもやっぱり
ちょっと継続することになっちゃいますよね。そうですね。うん、そこら辺の、まあ、少しディスアドバンテージっていうのもあるかなっていうふうには思いますが、よくは目的も含めてよく分かりました。さて、どうですか、高田先生、どうぞ。ありがとうございました。今回は死因のなんていうか原因とか。まではですね、ちょっと細かくは見てないんですか。そうですね、出血とかそこら辺に関しては生存期間っていうところに重きを置かれてて、死亡原因っていうところは詳細に関しては書かれてはいなかったです。なので全死亡という形になってるのかなと思います。じゃあまあそのなんていうかサーバーが完全に関与したものじゃない可能性も全然あるっていうことですよね。そうですね、やっぱ年齢っていうところも一つはあると思いますし、やはりハイリスクの方がこういう合併症っていうか併存疾患が多いっていうところはあるのかなと思います。わかりました。あと、まあ、この最新のサーバーのデータという感じだと思うので、合併症とか、まあ、術中死亡とか、まあ、その辺のデータっていうのはありますか。院内死亡とかっていうことですかね。そうですね、まあ、術関連の合併症とかに関しては大きくは書かれてなかったです。今回に関しては、まあ、長期で見るっていうところにはなったので、ただ除外もされてないので、うん、まあ、なんていうか、まあ、デバイスも良くなってよりそういうのが少なくなってるのかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと書いてないですかね。ありがとうございます。そうですね、あまりその中止とかっていうところは特に何も書かれてなかったです。うん、はい、ありがとうございます。これ、意外に単独のその A ベンチ間って実はそんなに手術期の合併症って多くないですか。どうですか、芦原先生。見てて全然多くなくてですね、うんうん、まあ、結局ベンチ間ほぼ 1% トータルのいろんなリスクって言いますけど、うん、AVR だけだと全然 1% いかないっていうのが常識的な感覚ですかね。そうなんですね、わかりました。リスク低い人が多いっていうところはあると思います、うん、はい、ありがとうございます。山本先生いけますか。面白かったです。すごく勉強になりました。はい、今日は随分声がクリアですね。あ、今日パソコンで聞いてるんですけども、まあすごく感想になっちゃうんですけど、なんか今低侵襲低侵襲っていう方向になってる世の中で、なんていうかこうその患者さんをその場で治すだけじゃなくて、その未来を考えてあげるっていうことをなんていうか考えさせるような論文ですごい。であえて侵襲的な治療を選ぶのも考えましょうっていう、まあなんか なんて言ったらいいんだろう、今まで考えたことない考え方ですごい面白かったなと思いました。すいません。外科の先生はずっとやってきたことでもありますけどね。あ、でもエディトリアルも今回出てて、それでも言われたのはやっぱりもう一回ガイドラインをきちんと見直すべき、まあ、そっちに持っていく論文だったんじゃないかっていうことは言われてました。いや、まあそうかもしれないけど、だったらタビとちゃんと比較した方がいいかなっていう。そうですね、でやはりまあ一つ課題としては今後10年まだタビが10年とかっていうところなので、10年以上の成績での旅と、サージカルの比較っていうのが今後必要にはなってくるかなっていうのが、まあ、今後の長期的な課題にはなるっていうのは言われて。ちなみにその便輪が小さいと便は劣化しやすいっていうのはあるんですか。それはあります。便自体は便自体は関係ないですよね。ただ小さいと流速が速くなるから、そういう意味で劣化する可能性はゼロではないっていうのと、あと入れにくいんでリスクも多いしっていうのはありますね。で、同じパンヌースがつけば早く劣化する可能性は。確かに。ただ先生、そうだけど、良くも悪くも抗血栓薬を飲んでいるので、そこら辺が相殺してるかなっていう気もちょっとしないでもないですけど、まあ、抗血栓薬飲んでも飲まなくても大きなことは起こらないっていうような一応ことにはなってますけど、はい、私この間ガイドライン書くとき生体弁の文献はすごい読んだんですけど、はいはいはい、やっぱりどうしてもアメリカのおばちゃんの内職で作ってるから、うん、いろんなので跳ねられる率は小さい弁の方が多いんですって。だから
実は。跳ねられる？跳ねられるとは？製造過程で。ああ、そうなんですか。はい。だから、まあ、できれば1ミリでも大きいものをっていうのはありますね。うん、なるほどね。なんか中国のおばちゃんの方が良さそうな気がしますけど。高田先生、どうぞ。あ、ごめんなさい。ちょっと聞き逃したんですけど、結局今回、一番ローリスクの人は年齢に従って、こう、リスクが、あ、逆かな、死亡率が上がっていく、下がっていくでしたっけ。年齢が上がるにつれて、死亡率は、なんていうんですか、生存期間が短くなるので、死亡率は上がります。はい、あっていうのが、まあ、なんていうか、面白いというか、まあ、なんか結構メインのことになったのかなと思って、このメカニズムっていうのは、どういうことですか。まあやはり年齢が、まあ、多分その AVR だけの影響ではないと思うんですけど、ただここ逆にですね、このインターメディエットハイリスクが高かったっていうところに関しては、ユーロスコアをつけるときに、その年齢っていうのも一つ入ってきてて、ここの振り分けになってるので、そこも影響してるんじゃない、ここに差がつかなかったことに関しては、そこが影響してるんじゃないかなっていうのは言われてて、はい、まあ、リスク低いところに関しては、やはり、まあ、高齢なほど生存期間が短いっていうのは、まあ、当然のことなのかなとは。うん、ただ、まあ、寿命を反映しているという意味ですか。可能性はあるかもしれないです。ああ、そうなんですね。わかりました。はい。やっぱりこれ見るとガイドライン通りでいいんじゃないかと思っちゃいますけど。まあ、そうですね。なので、ガイドライン。年齢のローリスクの患者さんが、やっぱりサーバーでいいんじゃないかなと思うけど、そうですね、見直す必要があるんですかね。ただ、まあ、今そのローリスクで各若年にも旅が広がってきてるっていうところがあって、もう一回そのガイドラインに戻りましょうっていうところにはなると思います。多分サバが推奨されるところにも旅が拡大してきてるっていうのが一つあるんだと思います。まあ、やっぱりそのサーバー推しの、まあ、外科の先生の根拠としては、やっぱりまだ長期間の成績が足りてないっていうのも、はい、やっぱり最大でまだ8年しか長期旅は見られてないので、うん、そこから先っていうのの、その旅弁の劣化だったり、予後っていうところに関しては、まあ、まだ分かってないっていうところが、まあ、そのカプラマイヤー見ると、やっぱり15年、まあ、10年ぐらいからドドッと下がってきちゃうとは思うので、確かに今後、その旅やった人が10年超えてきて、かなりそのたくさんね、その便のトラブルが出てくる可能性っていうのは十分あると思いますが、まあ、小さい便は確かに劣化するスピードが速いのかもしれないけれども、まあ、言ってみればそこの1点だけですよね、その根拠っていうか、サバやるべきだって言ってる人たちの根拠はね。だからやっぱり中部学見て、その長期成績が担保されれば、まあ、やっぱりっていう風になっちゃえばですね、もうこれ絶対に止められない流れかなっていう風に思っちゃいますけど、柴田先生どうぞ。あ、いいね、いなくなっちゃった。はい、他に何かありますか。大丈夫。はい、ありがとうございました。ということで今日はですね、まあ、ナショナルレジストリーですかね、から、8000例余りの生体弁を使ったサバの長期予後っていうことを、まあ、教えていただきましたけれども、まあ、結論としてはやっぱり、まあ、こう、若年のローリスクの、症例っていうのは、まあ、サバも十分、戦えるというか、むしろいいかなというところも我々考えてですね、議論するっていうことと、まあ、患者さんに説明するっていうことが必要なのかなというふうに思いました。今日はエコー室の芦原先生にもゲストで参加していただきました。ありがとうございました。ということで今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。